はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウでございます。今回ですね、動画班に一人一エリア最強セキュリティトラップハウスを作ってもらおうかなと思います。でそこから、リリチョウが脱出するというのを今回はやっていきます。いいですか皆さん。まずあれです、皆さん映画のキューブってわかりますか？主人公たちが立方体状の部屋かなんかで目覚めて、まあ、そこからもう脱出するみたいな。目の前と左と右には扉があって、じゃあ例えば前の扉に入った瞬間、なんかレーザートラップみたいなのが広がっているみたいな。で、そこをクリアしたら次、また前か左か右かどこか選んで、まあ、右に入ったらまたトラップがあるとか。自分が持ってる靴をピュンって投げて、そこになんかトラップがあるかみたいな。床を踏んだ瞬間トラップが作動したりするから、なんかそういうのでチェックしたりするみたいなのがあるんですけど、今回はそれを動画班に一人一エリア作ってもらおうかなと思います。だから、リリチョウが今回挑戦者としてやるので、だから入った瞬間、まあ、それこそさっき言ったレーザートラップ地帯でもいいし、まあ、どこかの床を踏んだ瞬間、何かが作動するでもいいし、もうなんかトラップハウスを作ってほしい。もうめちゃくちゃ難しくしていい。ただ、クリアはしてほしい。本人がクリアしてほしい、ちゃんと。マリオメーカーシステム。クリアできないエリアを作るととんでもないことになるんで、必ずクリアできるようにしてください。別のチャンネルの方で上がってると思うんですけど、新人入ります。はやぶさく、まめきちで月光。あきねこまるくんが、ブロフルから入った子だね。あと一人いるんですけど、あと一人は今来てないかな。今日は来てないですね。またそれは後日紹介していければいいのかなと思います。どうですか新人の皆さん。一応はしてない。まめきちはもともとブロフルいたからね。で、あきねこまるくんももともとブロフルいたからね。スタジオの撮影は初めてだけどね。あー、はやぶさくん、ガッチガチなんだ。安心して、はやぶさくん。でも、君、1ヶ月後動画班いないから、大丈夫だよ。通常班、満場一致で出た答えなの。かわいそうに。そう。1ヶ月後、間違いなく、はやぶさくは消えてるよねっていう。今までの、やらかしてやめてきた子たちの、悪いところを全部合わせたみたいな人なんよ。フュージョンしてるみたいな存在だから、はやぶさくん多分1ヶ月後多分いないから、リラックスしてね。撮影に参加してください。あはははって。まあ、後日それ分かると思います。はい。という感じで、じゃあ早速やっていきましょう。で、動画班、もうちょっと今回は皆さん、スタジオの制作画面から撮影回していくんですけど、トラップハウスなんで、均等な立方体の部屋を作りたいんですよ。立方体って分かりますよね。じゃあ、まず、広さ決めよう。立方体の空間が繋がってる感じなの。ポン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 みたいな。なので、ちょっと誰かさ、まず広さ決めよう。どのぐらいが一番やりやすい？見た目はチャット型の小説だって。白熊が怖いんだよね。目があるから、ほら。目だけが映ってるから怖いんだよね。黙れーって。チャットで遊ばないでください。だいたい俺がパーツ用意するね。だから、それをコピーしてほしいんだよね。均等がいいの。こんぐらい？どうみんな。どのぐらいが作りやすい？こんなもんかな。じゃあ皆さんこんな感じにしましょうか。とりあえずは。立方体の空間作ってくんない？これをうまくコピーして。ああ、そう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 。小説から掲示板に進化。だからいいんだってだから。こっちで遊ぶな、チャットで。ああ、いいです、いいです、いいです。本家のキューブって、これが右に行くか左に行くか前に行くかとかあるんですけど、もう一列にする？一列に作ってもいいし、左右みたいな、前みたいな選択肢を作ってもいいよ。人間が通れる分のなんか穴ぼこを作ってほしいんだよ。あ、選択型にしたい？あ、了解。皆さんこれもよくあるあるで、作ってる最中に落ちていなくなる子がいるんですよ。あと作った後消えるみたいな。あ、で結局これバグが見つかっても修正不可能じゃんっていうのがよくあるあるなんで、ちょっとなんか時間内にできるやつが理想ですね。あ、ここと、あとあれ、正面と左と右、どっちも。どっちも開けてほしい。よっしゃ、動画派おのおの、じゃあ取り掛かっていいよ。なんか分かりやすいように自分が担当してるとこのなんか色変えたら周りの、まあ、後で戻せばいいから。分かりやすいように。そう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 。変えていいよ。で、おのおの好きなところで作ってください。まあ、なるべく動画では全部回っていきますね。だからみんなちゃんとあれだよ。前から入るじゃん。入った時にちゃんと、なんかでき、入れるようにしてほしい。あれこっちから入ったらそれ作動しないんだよねはやめてほしい。下国のやつめっちゃいいじゃん、これ。ほら、集合体恐怖症が泣きそうな部屋作ってるよ、これ。白黒の。でもなんか、キューブっぽくていいね。ただなんか作るだけじゃなくて、なんかデザインとかもあったらいいよね。一部屋一部屋の。レアちゃんどうですか？なんかこういうの作るみたいなの決まりましたか？あら、相変わらず怖い顔してるんですけど。ドリームコアみたいな見た目に、あー、いいですね。確かに。それになんかそう、セキュリティハウスっぽいやつをぶち込めばいいかもね。あ、レアちゃんだったらいけそう。セキュリティはわからない。セキュリティなんだよ。うん、トラップハウスなんか死ぬ要素が欲しいんだよ。
トラップハウス。わかる？トラップハウス、レアちゃん。おーん、おーんってなんだお前、おーんって。相変わらず顔怖いですね。いいね。今日は相方の猫チキ。猫チキなんでいないんだ？ほんわかは体調不良だよね。猫チキテスト期間だっけ？二人とも今日いないから、もうそれはもう、あれだよ、こう、三姉妹の、レアちゃんがね、一番、そう、カナピ、そうだよ。レアちゃんが引き入らんといかんからね。頑張ってくださいね。はい。どうですか、白熊さん、今回。なんか決まりましたか？こういうの作るみたいなの。部屋の中みたいな？あ？いや、部屋の中は部屋の中だろ。どこの部屋だよ。それ、どこの部屋なんだよ、じゃあ。病んでおかしくなってるって。推しの VTuber が、卒業しちゃって、ちょっと病んでるみたいです。傷口をえぐるとね、白熊さん来なくなっちゃうの、撮影にね。はい、ということで、豊満な寿司ボデーさん。今日もね、ちょっと豊満な寿司を揺らしながら、はい、マップ制作頑張ってるんですけれども。どうですか、寿司ボデーさん、今日は。そうですね。何も考えて、なんで考えてねえよ、お前って。まず考えろよ、お前。なんだじゃあ、この赤の、これは。赤のパスはなんだ、お前。ちょっと考えろよ、お前。まあ、これが寿司だね。本当に、まあ、自由奔放なのが寿司のいいとこなんで。とりあえず、キルブロックを出しただけだって。あ、当たったら死んじゃうみたいなやつね。はい、楽しみにしてますし。あきのこ丸くんどう進んでる？もともとね、ブロフルの後、入らない予定だったんだけど、天月の気分で、マップ制作班に入ることになったんですよ。今なんかちょくちょく勉強頑張ってるみたいなんですけど、思いつかないから映画のやつを調べてる。あ、なるほどね。本家の映画キューブですね。を参考に何か作るということですね。頑張ってください。まず別にそれもありですからね。はい。ただ問題はネタ被りしないかというのはちょっと心配です。はい、じゃあまた後の、残りのメンバーまた後で聞いていきたいと思います。誰かの YouTube がぶっ刺さってる？どういうこと？カム、アボカド、はい、何？なやこれ。で、だやこれ。誰やこれ。おい。アボカドクエリアに YouTube 作ったの誰だこれ。なあ。ブロードキャスト言わせるふって。おい、こら、ゲコイングリッシュお前か。あ、でも何しとんねんお前、隣まで突き刺さっとるじゃねえかお前。あー、3号パイセンでもダメらしい。なんかみんなあれらしい。入り口ここがなんか入れないんだって。入り口なんかバグってるっぽい。僕はちょっと確認しましょうか。ほら、こんな感じで。入り口がなんかバグって、ほら、出れないようになっちゃってるんだって。なんかこれ、なんていうのかな、ユニオンだから全部屋やった方がいいかも。念入りにチェックしないと。人の一部屋にかける時間はどんぐらいかって。12時ぐらいには終わっといてほしいね。なんかいつも12時ぐらいには終わっといてほしいねっつって終わるのが2時ぐらいで、2時から撮影が開始して終わるの3時なんだよね。スタジオ企画。スタジオ企画毎回終わるの夜中の3時じゃない？だからみんなこれ今日3時コースだよ。新人いいか？今日3時コースだからね。で、しかも今回あれじゃん。セキュリティトラップハウスからの脱出だから、多分難しいやつ作るじゃん、動画班が。さすがにわかってるかってそう。まさかこれで11時ぐらいにすいません今日落ちますなんてあるわけないじゃん。ね、はやぶさくん。大丈夫だよね。まさか配信見てないよ。ないよ、視聴者。何言ってんの。はい。ということなので皆さん、完成しました。実はね、この撮影2日目ですね。1日目、やろうとしたんですけど、あまりにも時間がかかりすぎて、動画班が落ちちゃって、人が少なくなったので、2日目で撮影しています。で、2日目に関しても、だから、重かったよね、マップがね、みんなね。マップが重くてさ、メンバーシップで配信しながらやってたんだけど、マップが重くて、原因がわかんねえんだよ。こういうのなんて呼ぶみんな。もう疲れたぞって。3号現象って名付けようか。私は1000年以上生きた、いいんです、そんなの。通称3号現象っていいんですよ。これどういうのかっていうと、一回、マップ制作やった時に、3号パイセンが作ったマップがめっちゃ重くて、それの解明に3、4時間くらいかかったっていう。マジで不明よって。通称3号現象って言うんですけど、それが今回も起きちゃって、おそらく新人の下戸くんだね。新人の下戸くんの水が重くて、できなかったみたいですね。今直しました。なのでやっていこうかなと思います。はい。落ち込むことはないぞ下戸って。いねえんだよ。いない。デザ企画をやるたびに起こるね、3号現象で。そうだよ。はい。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。で、エリアに関しては、本当にランダムに配置してもらったので、僕とか、ここにいる通常班、ヒョアンセとか、タヌキちゃんわかりません。なんだけど、一部屋一部屋動画班が担当してるんで、何かしらのことは起きるでしょうと。しかも今回、リスポーン地点を用意してません。言ってみてわかりますか？死んだら最初からです。死んだら最初からこっからやり直しになるので、なるべく死なないようにリリー長についてきて慎重に行きましょうか。ちなみに動画の皆さんどうですか？初見殺しとかないよね。大丈夫？初見殺し作ってる人いる？もしかして。ない。選択式。さすがにある。あるんかいお前。あるんかい。はい。ということでじゃあ早速やっていきましょう。じゃあ動画班行くよ。スタートー。はい。これまず誰のだこれ。はい。一人目の部屋。これ何これ。何かのギミックで使うか。誰って。わかんない。いや、あ、待って。え？通れるな。これ、何これ。合ってんのか、ほんとにこれ。え、これ、ほんとに合ってんのこれ。抜け道だって、これ合ってんの？裏世界なんじゃないのこれ。
見えちゃいけないやつじゃねえ。じゃあ一応やめとこう、みんな。やめとこうやめとこう。こっちだね。あ、ちょっと成功法で言ってほしいらしい。あ、これレアちゃんか。はい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 。で、あれ通れない。なんだこれ、どうなってんだこれ。なんかいろいろバグってんだよね。ここが通れるよって。でもなんか死んでない今誰か。はい。で、通れないね。なんか死んでんな。なんだここって。あー、多分これ。これ、あれじゃない、白のとこ当たっちゃダメなんじゃない？これ絶対ユリオンが死んでるでしょって。あ、早速バグってる？早速バグ地点見つかった？一番最初は絶対レアちゃん地帯固定だよ。このレアちゃん地帯超えられなかったら無理だよ。ここバグってるね。きつすぎるって。で、塔のレアちゃん寝ましたね、今日。あ、マメキシいけてるね。え、これさ、物理的に無理なんじゃない？無理だろうって。いきなり最初から修正入った？あ、ここもダメなんだ。来てーって弟くん。どこ？何？待って、みんな。みんな、こっちも通れるよ。こっち。ほら。ほら、ここも通れるよ、つってる。ほら。こっちなんじゃない？これもこれで、スパイ活動って。みんな死んでいってるぞ。いや、むずいだろ、これ。アボカドくん、ここ行ける？あとさ、なんか岩が動いてんだけど、ほら。なんか岩が動いてる。これ何これ、無理ゲーだろ、こんなのって。は？おい、無理だろ。身長不利が出てるって。おい、これ絶対無理だろ、これ。抜け穴でショートカットできる。何、抜け穴って。でも抜け穴も使っていいんじゃない？多分そういう仕様なんじゃないか、レアちゃん的には。最初のほら、意味のわからない招きエリアあったじゃん。招きエリアからどっか行ける？あ、そういうこと？こういうことか。こういうことか。みんなみんなみんな。このマネキンからジャンプで上に行けるぞ。ほら。ほら、こういうことじゃない？ちゃんとこれレアちゃん考えてやってんのか？ Keep words, do not enter. 入るならって、白コマ。入ってみて、じゃあ。じゃあ、ここ通れるようだって。これ、あ、やっぱみんなこれ仕様なんじゃない？これ。レアちゃんの。ほら。これレアちゃんがわざと用意してんのかもしれん。なら頭いいかもしんないね。そもそも右側の方に行くこと自体が間違ってるみたいな認識なんでしょ？わけわからん人だねーって。いや、レアちゃんは難しい人だからね。誰も理解できないよ、レアちゃんは。あ、こっちじゃない？ほら。これ、レーザー地帯行くしかないんじゃない？でもこれ、レーザー地帯行くんじゃないの？これ。いや、むずいなー。あれだね、一応分岐ルートはあるはずだよ、みんな。いや、みんな、だから今回のこのキューブ風、動画版キューブだから、これさ、そもそもこっちは行けないの？みんな。よくよく思ったら。ユニオンって。これ、皆さんどうします？リリチを律しに来てくれって。そう、頑張ればほら、まだ行けるところが多分ある可能性はあるよね。何、サンゴパイセン。どうした？いるよ、今。見てろってって。あ、みんななんか、サンゴパイセンが必勝法を見つけたらしい。ちょっとついていこう。通って、兄さん？兄さん、それ大丈夫ですか？兄さん。兄さん、それかなりの荒技じゃない？それ。行けた判定なの？これ。ねえ。このゲームには必勝法があるって。まあいいでしょう。じゃあ皆さん。まあ、一旦行こっか。ユニバーサル直すとして、じゃあ、今、正面行って、左側に行きました。じゃあ、俺先頭でいい？これ誰の部屋だ？これ。誰の部屋？行かせねえよって。ひょわうせ、道面だよって。なんでごじるんや、そこで。お前、もったいねえだろうが、お前。はい、秋猫丸くんエリアらしい、次は。さあ、ひょわうせが頑張って通ってね。リトゥールってさ、よく後輩いじめするんだよね。あ、来た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 、来れるね。はい、秋猫丸くんエリアらしい。で、なんか目がチカチカするね。これ多分さ、え？通れない。あー、左が正解か。左行こう。あー、なるほどね。なんか、全部レーザー地帯みたいな感じになってるわ。わかる？カサク、そっち行ける？こっち。無理。左行ける？左行けたね。左行けた、左行けた。でもこれもね、みんな分岐があるはずだよ、分岐。多分、登るんじゃない？みんな、登るんじゃない？こっから、登ればいいんじゃない？これみんな、これ、結局どっちに行くんだ、じゃあ。ルート的にね。ほら、来た。あー、そういうことか。こっちかな、じゃあ。行ってみよう。じゃあ次、白駒行っていいよ。おー、ビンゴ、次は？あー、じゃあ、これ全部外れ？全部外れじゃないこれ。じゃあ、よしれーって。アキレバル君、これどうなのこれ。いや、制作者が死んでんだよね。見てる感じ。ルートが違う。ちゃんと行けますよ、だって。行けるらしいよ。じゃあ多分、あながちバグってはないっぽいよ。次からが問題。これ全部死んじゃうんだよね。ほら。秋猫丸くん、ほら、死んじゃうんだよね。絶対に。そういかないといけない？こう？こうか。はい、で、真ん中じゃない？のっちゃー！
あ、みんな真ん中だ、真ん中だ、ほら。真ん中通って、こうか。はい、はい、はい、はい。なんでだ、おい、ふざけんな、今、死んだぞ、今。なんだろ、今の。最後落ちて死んだんだけど。押すな、押すなって。はい、行けよ、お前、リトゥール。お前、そこ悩むとこじゃねえだ。そこ行けんだよ。次がジャンプだよ。そう。そう。なるほどね。これみんな左がアウトだ。多分これ左側から行くとアウトだよ。で？は？何今の？え、全滅した。何何何今の？多分違うとこ？違うところが作動した。何今のバツブーブーブーって。アボカドくんのところが作動したらしいよ。アボカドくんエリアは飛ばした方がいいってことか。なるべくアボカドくんエリアを通らずにクリアした方がいいってことじゃ。誰かが行ったんだ、アボカドエリアに。あ、いけた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 。俺とロッチャいけたな。これ、多分こっちも一応空きで困るルートなんだけど、これが多分アボカドくんエリアってことじゃない？みんなごめん、踏むよ。もしかしたら全滅するかもしれない。行くよ。あ、わかった。ロッチャ動くな。あ、これ今動いていいわ。これ、あれだ。だるまさんが転んだだ。ほら、アボカドンが転んだだ。これで誰か死んじゃったんだ。行こうか、じゃあ。行くよ。あぶれ。いや、俺生きてるよ。俺生きてる。俺生きてる、まだ。俺生きてるって、まだ。俺生きてる、俺、あー！は？これ待って。だるまさんが転んださ。あ、スクリプトミスってる。やっぱりかー。ダメだったかー。俺、いや、アボカドンってさ、毎回ミスするからさ、めっちゃ言ってたよ、みんなに。一回チェックしようね、つって。何かしらやっぱなんかやらかしちゃうよね。え、でもさ、アキネコマルくん、そもそもさ、アボカドンルートを通らないっていうのもできるんでしょ？アキネコマルくん、そもそも。アボカドンルートを通らずに、別ルートに行くルートも多分用意してるんでしょ？だから無理にアボカドンルートを通ると、ほら、全滅する可能性があるわけやん。頑張って、別ルートを開拓して、行った方がもしかしたらいいのかもしれない。レアちゃんのところに行くってことは戻るってことか、これ。戻った方が楽なんじゃないか？俺もダルマさんがこれ、ダメだよ、リトゥールさん。リトゥールさん、ちなみに緑を踏んだらスタートなんだけど、後ろの。あれだよ、みんなが死んじゃう可能性があるよ、リトゥール。頼む、やらせてくれって。寿司どうする？死んだら、あれだよ。やり直しになっちゃうよ、全員。とりあえずおいで、リトゥール。じゃあ、いいよ。バカ野郎、バカ野郎、お前、寿司！お前、リトルが挑戦って言ってんの、寿司。お前、リトルの出番潰すな、お前、タラでさえ撮影の回数少ねえのよ、あいつ。もう一回やればいいじゃん。戻す作業だよ、寿司。いいの？みんなが戻す作業するんだよ。撮影来ればいいじゃん。まあまあね。まあ、それこもっともですよ。それこもっとも。ひょわせー。見ろ、このひょわせの絶望っぷりを。なあ。もう倒れ込んでるぞ、ひょわせ。もうやだーって、ほら。お前のせいやぞ、寿司。あれ、ピーひょわちゃそだってね。もう動けなくなってんじゃん、もう。かわいそうに。ひょわせー。ああ。うん。行こっか、じゃあ。頑張ろう。起き上がって生きていけ。やったー、うん、頑張れ。よし、行こう行こう。カームってどうした？どこ？なんかみんな別ルートがあるらしいよ。弟くんとあれは一緒？三個倍さん一緒？はい、何？は？あ、水の先？水の先来た。え？何これ？あ、これさ、別エリアじゃないの？これ、なんか ABCDEFG エリアに着いたよ。これ誰？これ。これ、のっちゃんエリア。あ、のっちゃんエリアに来たわ。だから、無理に、さっきみたいなアボカドンエリアとか、レアちゃんエリアに戻るよりは、水のエリア進んで、のちゃんエリアに行った方がいいんじゃないか？で、今、俺らは何の部屋から来た？みんなは今、C の部屋からやってきたんだ。で、ここから、待ってみんな、アボカドくん D で死んだ。豆吉、選んでいいよ、1個。A! じゃ、いいよ、行こう。見せてやれ、弟って。そう、弟行け！弟見せてやれ。え？入れはしなかった、今。一瞬だけ覗いていい？なんか寿司がいるぞ、なんか。なあ、なんかグソクムシがいるんだけど。変なのがいたって。これさ、ブロックに触れたらダメなんじゃねえか、これ。不愉快って。アボカドくん選んでいいよ。C はダメだったじゃん。で、A も外れ。F、いいよ、行って。どうぞ。おー、いけたね。あれ？ちょっと待ってー。ちょっと、いや、これ、やめた方がいい。やめよ。リトルを、やめろって言ってたろ。落ち着けって、任せろじゃん。やめろって。やめろって、もう。ここ通るじゃん。やめろって。これ死んだらめんどくせえって。バカー。バカー。あはははははは。ダメ。
メだって。アボカドルートは外れだって。だから別の道探そう。他にも3方向あんだからさ。待って一応ってどうした？俺は行けたって。君はね。なのにぶち殺された。当たり前じゃんお前。お前が行けても意味ないねんって、そう、ダメなんだって、だから。はい、じゃあ、G 行ってみる？行っていいよ、G。お、G 行けた？ここ別のとこだよね。おー、これ絶対別ルートだ。はい、これ誰だ？迷路じゃない？これ。これ豆騎士だって。よし、行こうみんな。これは？みんな。みんな、これは？これ、修正？ユニオンバグ。別のところから行ける？じゃあ探すか。え、まだもう一ルートあるってこと？ H 行かんって。みんな、H も行けるらしいよ。何これ？なんだこれ、みんな包丁を解くことしか生きがいがないグソクムシだ。何これ、うん、クエスチョングソクムシさん。なんだこれ、グソクムシがグソクムシに水をかけてうんって言ってる。なんだこれ、これ多分さ、テレポしたってことだよね。みんな、ノッチャエリアからグソクムシ製作エリアにテレポートしたぞ。あ、これ違うわ。これこっからまた分岐だ。みんなほら、こっちがあれじゃない、豆吉の迷路じゃないの。こっちじゃない。みんな、これ多分別エリアだよ。ここは3号エリアだなって。だから、テレポートして3号エリアに到着したんだ。こっち探索してみようか、みんな。行こう。さあ、慎重に行くよ。なんだこれ？降りれるっちゃ降りれるね。これ。あー、この中のどれかが正解ってことじゃない？これ。どうする？じゃあ、アボカドくんそこ降りてみて。あれ、生きてるね。なんかある？アボカドくん。3号パイセンがいる？じゃあ、豆吉そこ降りてみて。あ、タヌキチと豆吉降りてみて。そこ何がある？拳がある？3号パイセンがいる？は？ここは？じゃあ、弟くん何がある？ギャラクティックブラスターがある。お、じゃあ、こっち、リトゥール降りてみる？一番端。ユナイテッド・ステイツ・オブ・ワールド・スマッシュだって。え、これみんなどこ行けばいいの？じゃあ、入り調査ここは？って、あ、こっちもある？あー、なるほど。ここ行ってみたわけね、小丸くん。何がある？3号さん、もう行くか、じゃあ、はい。無料空所。あ、通れるね。なんだこいつ。黙れよって。いや、のっちゃん、もうちょっとさ、ほら、頑張って3号パイセンが作ったんだからさ、もうちょっとなんかいたわってやれよ、お前。さあ、で、これ何？え、これも3号パイセンエリア？待って、これ、どれが3号、待って、今、どこにいるんだ、俺たちは一体。4方向に行けるだって、これ、そうか、3号パイセンエリアは4方向に分裂するらしいよ。で、今、いるの誰？秋猫3号、俺、のっちゃん、かさくんだ。残りのメンツ、どこ行った？ちなみに、って、うん、何？3号パイセン。今のが正解のルートは、そうなんだ。うん、なんで四つ葉になってんだ、お前、こら、寿司。お前、さっきまで違かったじゃねえか、お前、スキンがよ。なんで変わったんだ、四つ葉に。小さくないと通らなかったんだ。って、なるほどね。あ、いつの間にか四つ葉グソクムシになってたね。はい。ということで、行きましょうか。本来のサーモンの形取り戻してるじゃん。じゃ、ここからが皆さん分岐らしいので、え、カサク、なんかある、そこ。戻ってきたらって。じゃ、違うわ。ってなると、ちなみにこっちに行くと鈴鹿スエリアに戻る。あ、戻っちゃうんだ。じゃあ、のっちゃん側じゃない？こっち側が正解説ない？じゃあ。こっち側行ったらいける？行ってみるか。なんだこれ？うん、出ちゃったわ、これ。うん、外出ちゃってんじゃねえか、これ。待って。ここダメじゃねえか、これ。自由だ！違う、ゴールじゃありません。もう一回寿司エリアに行って、ほら、なんか別のテレポーター探した方がいいんじゃない？待って、そもそもさ、こっち側も行けるよ、みんな。テレポする以前に、こっちも行けるよ。ほら、このなんかマジックハンドみたいな手がいっぱいあるやつ。え、どうする？みんな、大幅移動するか、このマジックハンドエリア進むか選んでいいよ、みんなが。多分動画班ですら把握してないでしょ、どこに行くか。マジックハンド行く？だけど、どこに繋がってるか知らないんか、お前。え、作った本人も知らないの？どうなってるか。あれ、動画班どこにいる？みんな、あ、来た、みんなこっちだよ、こっち。いた、ほら、みんなと合流した。カサ君、ヒョワンセ、タヌキチ。ほら、みんないる。今、全員いるかな？じゃあ、マジックハンド行くか。あ、ちなみに、じゃあ、リトゥール、テレポして。テレポしたら大幅移動できるんだって。リトゥールちょっと行かせるか。いいよ。はい、虚言癖出てるーって。あれ？大幅移動なんて幻想。だから謝ってんのか、寿司。図が高かったんだね、今日はね。じゃあ行きましょう、みんな。こっち行くしかないみたいです。これ、当たったら死ぬんだよね、多分。当たったら死ぬね、みんなね。当たらないように進まんといいか。ここから、じゃあなるべくマジカードこっち行けばいいんじゃない？じゃあ。こうで、え？あー、なるほど。あ、バンダナエリアだって。当たり判定ガバだったね。よし、みんな戻すぞ。あれもさ、迷路ってハヤブサくんも作ってなかった？これバンダナなのかな？ハヤブサなのかな？死んでるね。マジックハンドを超えて、
違うな、サンゴパイセンと合流できないね。え、これどこが出口だ。出口が見当たんないよ、みんな。こうか。あ、出れた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 。そこはせ、こっちジャンプジャンプ。そこほら、これ加作エリアだ。うん、なんかめちゃくちゃユニオンバグ起こしてるけどね。うん、めちゃくちゃ。あの、加作エリアすっげーバグってるけど、これ大丈夫か、これクリアできるのかな、みんなね。加作エリア、これ宙に受けるぞ。これ仕様なの、加作くん、これ。ほら。なんかもう宙に受けるようになってるよ、加作エリア。うん、出れるんかい。うん、出れるんかいな、お前。なんや、これ。俺と3号パイセン来たね。出れたのはいいんだけど、あれだ、グソクムシエリアだ。で、ほら、ゲコくんがいて、奥がアボカドくんエリアなんだって。ってなると、待って、アボカドンエリア、どうなんだ？アボカドンエリアに行くのがゴールなのか？いや、待って。多分さ、これさ、多分これグソクムシエリアで、ゲコクンエリアの奥がアボカドンエリアだったら、戻るんじゃない？だってアボカドンエリアがスタート側に近かったじゃん。で、ゴールを奥側に設定してるんだったら、このゲコクンエリアを進む意味ってあんまないんじゃないのか？って気がしてんのね。ってなると、加作エリアをもうちょっと探索すれば、別のゴールエリアが見えてくるとか、そっち系じゃないんかな。進むしかない。じゃあ行きましょう、じゃあ。ちなみに、のっちゃん、下国エリア行ってみる？うん、下国エリアは死にますね、これみんな。あの、下国エリアは、あの、船の配置上、あの、ダメージブロックに当たるようになってるね。あの、下国エリアの攻略不可能です、これ皆さん。あの、マップも重くなるかつ、そもそもクリアできないのが下国エリアらしいです、皆さん。あれ？こうじゃない？みんな。なんかみんな、玉座みたいなとこついたよ。インタラクトを調べるって。あれ？これみんなゴールちゃう？俺たちもう違う。いや、ちょ、待てや、お前。ちょ、待てや。ちょっと行ってみていい？これ。行ってみるね。あ！なにこれ？バブル君を探そう。大量のイカフモから逃げ切ってください、だって。は？痛い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 。元のエリアかって。頑張れじゃねえよ、お前。なあ。え、なにこれ？逃げ切れってどういうこと？これゴールどこにあんのこれ。痛い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 。はぁ？これさ、個人じゃ無理じゃない？バブル君を探そうで、バブル君どこや？なあ。バブル、あー、痛い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 、みんなあれだ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 。痛い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 、バブル君。待って、みんな無理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 だって。おい。お前手伝え、弟、お前。お前、バブル君のとこ連れて行かせろ、俺を。なあ、一人で行けるよって無理だって。え、ちょっと待って、みんな。これ何これ。あ！待って、見た。来たー！できたー！ゴールー！やったー！これ、ドガハン、どこ行ったんだ、これ。全部は回れたんじゃない？まだ最初って。最初のとこでスタックして、なんでや。俺はやるぞって、あ、クリアまで？多分これ全員は回れたんじゃないんかな、おそらく。アギタさん5倍戦。だるまさんが転んだの時間だーって。どんだけやりたいねん。あ、いいよ、じゃあ最後に。よかったね、アボカドくん。なんかリトゥールが気に入ったらしいぞ。なんか作った甲斐があったな、アボカドな。結構時間かかったでしょ、だるまさんが転んだ。リトゥールがすげえハマってるぞ、だるまさんが転んだに。こいつに気に入られても嬉しくないって。黄色部屋に行けてないんじゃないのかなって。え、黄色部屋って誰？あ、はやぶさくエリアに行けてないだって。え、どうするみんな、今からはやぶさくエリア行く？あ、これだみんな、はやぶさエリア。なんなんだこれは一体みんな。え、何もないよ、はやぶさエリア。え、これはやぶさエリアな？黄色い装飾がなされてるだけやけど。はい、ということでした。皆さんいかがでしたでしょうか？面白かったですね。これあれだ、もっと規模感増やしたくない動画。次回はさ、あれじゃない？これをもっと進化させて、100部屋ぐらい作ってやんない？どう？年末に向けて。みんなで100部屋ぐらい、1人、あと2部屋か3部屋増やして、重すぎて死にそう。だから分けるんだよ、マップを。途中で、別のマップにテレポするようにしてやればいいじゃん。でも大規模。もう3つか4つのマップでいけるように、やるとかやったら面白いかもしれないですね。はい、皆さん、見たい方はぜひともチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。はい、ということで、今日の動画終わりです。皆さん、お疲れ様でした。